さ、定義には誤解されてる人たちもたくさんいるわけじゃないですか、世の中。もう誤解ってどういう意味の誤解か俺分からんけど、なんかほらね、問題がとかいうふうにこう言われたりとか、まあでも、ね、書き込みとかね、はい、いろいろ昔から多かったですけどね、いろんな、まあ、この風景を見たら、そう、まあ、愛子たけしか橋本清志かなんだ。愛子先輩もなんか同じ匂いがしますよね。